はい、ナオトです。本日は5月のフェイジョア園の様子を見ていこうかなと思います。今日は2024年の5月8日です。だいぶね、暖かくなりまして、フェイジョアの新芽が動いてきてます。そしてですね、やっぱり雑草の伸びがね、かなり強くなってきてますね。で、だんだんね、雑草を管理するのがね追いつかなくなってきてしまいますね。なのでね今日は少し草がね残ってるかなと思います。はい、それではねフェイジョア園見ていこうかなと思います。はい、フェイジョアの木を見ていきます。だいぶ暖かくなってこういった風にね新芽が伸びているのが確認できますね。これは今年の新芽ですね。つぼみは確認できるかな。まだ確認できないですね。こっちも新芽が動いてます。ほらね、動いてますね。うん、他のところ動いてるかな。あ、奥動いてますね。はい、この辺も動いてますね。はい、いい感じですね。はい、とってもいい感じ。これなんかね、結構伸びてるよね。そしてね、ほら、わかるかな。つぼみがついてますね。この葉っぱの根元につぼみがついてます。はい、もうつぼみがね確認できます。こういう感じね、つぼみもついてますね。よ、こっちもついてそうね。これもついてます。やった。はい、少しね園全体の様子も見ていこうかなと思います。ちょっと試しにね低いアングルからお届けします。はい、いきます。よっ、はい、こんな感じですね。ちょっと歩きながら奥も見ていきましょうか。はい、こんな風にね、通路ができてる感じですね。うん。ここがね、通路になってて、で、フェイジョアが植わってるっていう感じです。で、こういう風に歩いていってと。ね、このね、通路の部分はね、結構綺麗にね、草刈りしてあるんですけどもね。うん、まだね、株元が全然追いついてないですね。だんだんクモの巣もね、増えてきましたね。はい、こんな感じです。ね、ここもね、通路はきれいにしたんだけど、やっぱりね、株周りがね、まだ全然草が残っちゃってますね。うん。芝刈り機でね、大まかに刈って、で細かいところはね、手で刈ったり、電動のね、草刈り機使ったりしてます。はい、こんな感じですね。はい、ルバーブのね、花ですね。うん、これはね、結構軸が赤いから種取ろうかなと思ってる感じです。で、こんな風にね、種がつき始めましたね。このルバーブで3年目かな。だんだんね、ルバーブも良くなってきますよね。素晴らしい。いや、でも花粉がすごい。花がもう近づいただけでムズムズする。もうそろそろね、あったかくなっちゃうから、そろそろ収穫できなくなっちゃうかな。うん、これなんか結構赤いですよ。まあ結局ね、その新しく伸びるビューッと伸びる新芽がね、やっぱり赤くなる傾向が強いですよね。だからね、いかに新芽をいっぱい伸ばさせてあげるかっていう、太くてねいい新芽を伸ばしてあげるかが大事な気がしますね。はい、でですね、今日は久しぶりにね作業の様子もねお届けしようかなと思ってます。こんな風にねフェイジョアの木がありまして、こういう風に株元ですね、支柱があったりとかね、木の周りとか、うん、機械入れるの怖いんですよね。支柱切っちゃったりとかね、フェイジョア切っちゃったりするんで、この辺はね手でやってます。ちょっと近づいて見てみましょうか。はい、こんな風にねギシギシが生えてたりとかね、タンポポとかね、タンポポとかカラスのエンドウとかね、いろんな雑草が生えてますよね。ここをねやっぱりきれいに管理したいですね。はい、じゃあちょっとここ刈っていこうかな。はい、買ってみました。大体こんな感じですね。なんかね、草刈りっていうと雑草をね、根っこまで切らなきゃとかね、もう草一本生やさないようにしないとダメだみたいな風に思う方結構いると思うんですけども、それって逆に危険で、植物の周りって地面をね、むき出しにしない方がいいんですね。地面がね、どんどん乾いて、簡単に言うとね、砂漠みたいになっちゃって、水分をね、保ちにくくなっちゃうんですよね。地面のね、温度もね、高くなりすぎちゃったりとかね、冬場だとね、霜に遭いやすくなったりとか。なので、雑草はね、根元から刈らないで、芝生みたいな感覚でね、切り揃える方がいいかなと思います。もしくは完全にね、綺麗にしたいって方は完全に取ってから、マルチングをね、しっかりしてあげるといいかなと思います。で、こうやって草刈りした後には、刈った草をね、株元に置いてあげるといいかなと思います。ちょっと見ていこうかなと思います。はい、どうでしょうか。すっきりしましたよね。うん。はい、綺麗になってます。そこまで綺麗じゃないよっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、一箇所をね、100点満点にするよりも、全体をね、60点70点ぐらいにしておいた方がいいかなと思います。で、買ったね、雑草かはふわっとね、ふわっと、巻いてます。で、木の中心はね、あんまり近づけない方がいいですね。虫が溜まりやすくなっちゃいますからね。大体大丈夫なんだけどね。はい、こんな感じ。ね、この感じ私好きですね。フェイジョアの木漏れ日ですね。はい。うん。いい感じですね。はい。皆さんもフェイジョアもし育てていらっしゃったらですね、株元の草刈りはしっかりやってみてください。しっかりやるんだけども、砂漠にしない。ね、砂漠にしないが大事です。はい、こんな感じ。はい、少しね、防御してきたんですけども、こういった斜面ですね。こういった斜面は、これでね、名前あんまりあれですけど、粉砕系の刃ですね。マキタの18ボルトです。これでね、刈っていきます。はい、こんな感じですね。いやー、しんどい。このね、粉砕系がやっぱり早いですね。こういう風に刃が、なんていうのかな。よっ。下側にこうにね、R になってるんですよ。これはね、もう、刈りながらね、細かくしてくれるからめちゃくちゃ早いですよ。その代わりね、なんかね、すごいね、この遠心力っていうのかな、ジャイロ効果というかね、わかんないんだけど、すごい振り回されます。すごいね、腕力がいります。なのでね、私なんかもね、あんまりパワーがないから、ここね、短く持ってね、ちょっとやっちゃうんだけど、少しね、危ないかもしれないです。こんな感じでね、草刈りも頑張ってます。はい、切った様子もね、少しお見せしようかな。はい、こんな感じでね、うん。すごい切れます。切るっていうかね、砕くっていうかね、ね、こんな感じで切れるんですよ。だけどね、慣れない人には結構危ないです。地面を噛みやすいし、石をすごい飛ばすし、切った草とかもね、結構ランダムに飛ぶんですよ。普通のね、狩り場だったらね、大体方向はね、決まってくるんだけどね。だから普通のね、草狩り場に比べてね、ちょっと難しいです。あとね、倍以上疲れる。その代わり、かなり早い。こういう風にね、のり面になってるんだけど、ね、綺麗になってますよね。はい、こんな感じで切ります。あの部分をね、まだやってないね。はい、こんな感じです。はい、5月のフェイジョア園の様子でした。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かった方はぜひともチャンネル登録と高評価をお願いいたします。群馬名産のフェイジョア。このフェイジョアを皆様の最寄りのスーパーに並べるのが私の夢です。ぜひとも応援をよろしくお願いします。そしてですね、フェイジョアジャム、まだまだ販売中です。ぜひとも購入をよろしくお願いします。はい、ナオトでした。バイバイ。